はい、林です。ではチスドアの練習をやっていきましょう。それでですね、練習方法、今日の練習方法は、まあ、チスドア難しいので、まず前半戦は、1の指から始まる指順でやりましょう。あ、そうだ、皆さん楽譜ダウンロードしてます？これ見ないと私の言ってること分かんないと思います。ぜひ楽譜をダウンロードしてください。楽譜は私の作っている林コントラバス教室の楽譜が入っているページがあるんですけど、そちらの方から楽譜は、必要な楽譜はダウンロード、または見れるようにしてくださいですね。リンクは貼っておきます。ではよろしくお願いします。で、今から説明するのは、一番上の段にあるここね、ここの1の段に、一番目にある1の指から始まるパターンの、チスドアのスケールをざっとやってきます。それが終わった後で、今度は2番目の、シフティングパターンの、チスドアの弾き方でざっと弾くっていう感じにやりましょうね。はい、まあ見てればわかると思います。じゃあまずだから結局1段目やって、今からの1段やって、次2番目飛ばして3段目、4段目、5段目、6段目、7段目と、弾いていきますので、一緒にやってみましょう。こっちか。いきます。まず1の指から始まるパターンです。1ポジションの4から始まるパターンで全く同じようにやりましょう。やってみましょう。2段目をやり、2回やります。
違う。できるんじゃないかな。で、ポジションはどこを弾いてるかとか意識してください。それから、弦をどんどん移っていくでしょ。なので、ヨドというエクササイズを私作っておきましたので、そちらの方も苦手な方は練習してください。それからロングトーンという練習も、この中では入ってき大事です。ドレミファって言ってる、ドレミファとかいう、そういう右手のコントロールですね。そちらの方も大事なので、よかったら、ロングトーンという、エクササイズ作ってありますので、そちらの方もご覧になってください。それは、林コントラバス教室の楽譜が入ってるボックスっていうかな、欄があるんです。そちらの方をご覧になってください。リンクを説明欄に貼っておきます。では、頑張りましょう。